運動できないのは意思じゃなくテクニックが足りないせいかもしれません。運動を始めるためのヒントを詰め込みました。しばらく運動していない人や運動が初めての人にとってどのように運動を始めたらよいか難しいですよね。ですので運動を始めるのを手伝うための本作りました。どんな本かというと、軽い運動を始めたくなる本、始めるコツがわかる本です。最後まで読み切る前にうずうずしてきたからもう運動を始めちゃう、そんな本を目指しています。作ったといっても私が書いたのではなく、筋トレ社長、筋肉教の階層、テストステロンさんが書いたものを私が監修という形で関わらせていただきました。スポーツジムとは無縁だった私自身が筋トレを始めたのは、テストステロンさんの筋トレが最強のソリューションであるという本を読んだのがきっかけです。その本でスポーツジムに行ってとにかく重いバーベルを上げて筋肉が大きくなる楽しみを知りました。一方的にファンだったのですが、ツイッターでのやり取りをきっかけに、私の YouTube で行っている活動を知ったテストステロンさんから運動の本の監修の依頼が来ました。テストステロンといえば筋トレ、筋トレといえばテストステロンですよね。また筋トレでしょと思ったら今回は違いました。運動を始めたくても難しい人に、科学的に正しい情報をもとに少しでも良いので運動を始められるきっかけになる本を作りたいという思いに共感し、監修として本作りに参加することにしました。ジムに行ってする筋トレが良いのは確かです。ただ多くの人にとってはジムに行ってダンベルやバーベルを持ち上げるのは難しいと思います。筋トレのメリットだけを説明しても届かない人が多すぎるんです。運動のメリットを得るために実はもっともっと大切なことがあります。運動をほとんどしていないと少しだけ運動しているの差はとても大きいんです。今回の本のテーマは、運動をしていない人が軽い運動をするまでを徹底的にサポートするというテーマです。監修者の特権で本の内容についても紹介します。なんでトウスケが運動の本の監修を、運動しないままだとどうなるか、運動したくてたまらなくなる話、運動を続けるためのヒントの順にお話しします。私は糖尿病内科医として働いているので、周りの人から糖尿病の予防についてよく聞かれます。その時特に持病がない場合は運動をすることを勧めています。ただ運動するのには時間がかかるなどの理由でなかなか続かないという人も多いのが現実です。また運動の効果はそんなにないでしょという考えを持たれている方もいると思います。そんな人に声を大にして言いたいことがあります。運動をしないデメリットはとても大きい、運動のメリットはたくさんある、今すぐ始めた方がいい、続かない時はこんな方法を試してほしい、短い時間だけでいい、やる気に頼らず仕組みを作った方が良い。ただこれらを全員に話すのは難しいです。また話せたとしても相手の考えをその場で修正するのはとても難しいです。そんなの科学的な証拠があるの、トウスケの個人的な経験論でしょと言われた時に、一つ一つの論文を示すのは手間がかかります。そこで作ったのがこの本です。運動をしていない人がほんの少しで良いので運動をするようになる本というのがテーマです。タイトルは、運動しなきゃが運動したいに変わる本です。皆さんに提示できる根拠があることと、書籍の中でその根拠を記載しておくこと、もともとの文献は難しい数字や言葉が並んでいるので、そのままだと最後まで読める人が少ないです。科学者同士なら論文という形が良いのですが、論文を直接読む方は少ないと思います。ですのでそれをできるだけ分かりやすい表現で紹介することを心がけました。分かりやすい表現にしようとして逆に分かりにくくなることもあるかもしれません。本当にそんな研究結果あるの？と思ったら、書籍に書いてある参考文献を読んでみてください。有料だと手が出しにくいですが、無料公開されている文献も掲載しています。英語で書かれているものが多いので、英語で読むのが得意でない方は翻訳サービスを利用するのも良いかもしれません。本を買って中身が思ったのと違ったらどうしようという方のために、今回は監修者の特権で本の中身を紹介していきます。今回紹介するものだけで運動を開始できたらまずはそれで良いです。
その後うまくいかないなと思ったら本を購入してみてください。運動をしないことはとても大きな危険を背負うことです。2009年に日本で行われた糖尿病で通院中の4176人を対象にした調査では、運動をしない理由として最も多かったのは運動をする時間がないで 41% でした。確かに好きなことをする時間はとても大切です。誰かと一緒に過ごす、好きな本を読む、映画を見る、旅行に出かける、好きなテレビ番組を見る、など人それぞれに大切な幸せな時間がありますよね。少し怖い話をさせてください。運動をしないことによってそのような幸せな時間が短くなるかもしれません。例えば座りっぱなしならどうなるか。台湾の国家衛生研究院が416,175人を約8年間追跡した調査で、座りっぱなしだと早く死ぬということが分かっています。運動する時間を惜しんでしまうせいで将来の時間が奪われるということです。時間の使い方を変えるお話をしましたが、睡眠時間を削ってまで運動する必要はありません。睡眠時間を確保した上で何の時間を運動に変えられるかを検討してみてください。極端な話をします。1日10分運動すると500円もらえるとすると、どの行動を運動に置き換えますか？この本で紹介しているのは1日10分くらいまでの短い時間でできる運動です。毎日すると年間で182,500円もらえます。週に2回、年間52週とすると52,000円もらえます。そんなもらえないよねと思うかもしれませんが、将来病気になってかかる医療費のことを考えると、これくらい、あるいはそれ以上変わってくるかもしれません。医療費なんて保険診療だから自己負担は3割くらいでしょと思っていませんか？将来の自己負担割合はどうなるか分かりません。また病気になると困るのは医療費だけではありません。今している仕事を今のレベルで続けることができなくなる可能性もあります。医療費も増えるし収入も減るとなると、ダブルパンチで家計を攻撃してきますね。さらに元気だからできる楽しみ、例えば旅行やスポーツなども今ほどは楽しめなくなるかもしれません。運動を習慣にすることで防げたかもしれない将来の病気を予防できていることは、金銭面プラス人生を楽しむ選択肢を減らさないことにも役立ちます。運動しなきゃが運動したいに変わる本では、運動しているかどうかで年収も変わってくるというデータも紹介しています。となるとちょっとしたくなりますよね。運動不足はあなたから幸せな楽しい時間もお金も奪っていってしまうかもしれません。運動に時間やお金を奪われると思っている方、むしろ逆です。ぜひ運動を習慣にすることで時間とお金を守ってください。運動しないと悪いことがあるよという話は知識としては知っておいてもらいたいのですが、それだけで運動を続けるのは難しいです。ですので次に運動のメリットについてお話ししましょう。運動しなきゃが運動したいに変わる本では、これくらいの運動でこんなことが期待できるよという研究をなんと25個も紹介しています。25個全部読むのは大変という人は、目次の中から2つくらい自分が興味あるものを抜き出して読むと良いです。25個の中から2つ紹介しておきますね。まず血圧に関するメリットを紹介します。運動しなきゃが運動したいに変わる本では第2部の3番目に紹介してあります。1時間ごとに10分間立ち上がると最高血圧が 4% 下がるというものです。アリゾナ州立大学の研究によると、勤務中1時間ごとに少なくとも10分立ち上がったグループは、8時間座り続けたグループと比べて最高血圧が 4% 改善されたという研究結果があります。血圧が 4% 下がるってすごいことなんです。血圧を下げるには食事の見直し、特に減塩、体重を減らす、お酒を飲みすぎない、禁煙、血圧を下げる薬を飲むなどあります。それらをしても下がらないときに紹介している1時間に少なくとも10分立ち上がるをやれば、
4% 下がるのであれば、血圧を目標値まで下げられることも増えるかもしれません。比較対象が8時間座っているグループです。8時間座るのも辛いですが、テレビを見る、ゲームをするなどでそれに近い時間座りっぱなしということはあるかと思います。内科医だと外来診療中に気づいたら4時間座りっぱなしなんてこともあります。私が診療中に立ち上がるチャンスは最初と最後です。私が呼び込みの時や診察が終わった時に立ち上がって挨拶していたら、座りっぱなしを避けるためかもしれません。どうか怖がらないでください。日本高血圧学会が出している高血圧診療ガイドラインにも、運動が血圧を下げるのに役立つことが記されています。今回書籍で紹介したものよりは長い時間、毎日30分、週180分以上の運動を推奨しています。もちろんそれくらい運動できればより確実で高い効果が期待できるでしょう。もう一つ紹介しましょう。今度は少し変わったものを紹介しますね。歩きながら考えると創造性が 81% アップすることが期待できるというものです。書籍では第2部の5番目に紹介してあります。皆さんはアイデアってどんな時に生まれますか？私の場合は歩いている時によく生まれます。歩いている時に思いついたらメモするのが大変なのですが、いつもつけているスマートウォッチにボイスメモの機能があるので、それに録音しています。道端で腕時計に向かって話しかけている人を見たらそっとしておいてくださいね。とんでもないアイデアが記録されている途中かもしれません。スタンフォード大学の研究によると、歩きながら創造性を測るテストを受けた被験者は、座ったまま受けた時と比べて 81% スコアがアップしました。スコアがアップしたのはどんな試験かというと、日用品、例えばレンガやハサミなどが与えられ、その使い方のアイデアをできるだけ多く回答してもらうものです。レンガの場合だと通常は壁を作るために積み上げますよね。独創的な他の使い方としては、楽器にする、野球のベースの代わりに使う、並べてドミノ倒しを行うのようなアイデアを出してもらい、それを採点します。スタンフォード大学の研究は、座ってアイデアを出すのに比べて歩いた方がアイデアが出るというものでした。歩いた直後にもアイデアが出やすかったようです。なお、屋外を歩くとより想像力が上がったそうです。アイデア出しを行うような会議は会議室でなく、外を歩きながら行うと良いかもしれません。世界中の会社で会議室ではなく会議用のウォーキングコースが増えるかもしれません。人によって歩くペースが違うので、会議からの脱落者が出ないようにしてくださいね。特に上司は置いてけぼりにしないように。運動しなきゃが運動したいに変わる本では、週に2回筋トレをすると不安が軽くなるという話や、週に60分の筋トレをすると全死亡率が下がるという話を紹介しています。筋トレというと何をしていいかわからないという方もおられるかと思います。どんな筋トレをしたらいいのという方には、筋トレの方法を動画で教えてくれるサービスがおすすめです。 YouTube などで探しても良いのですが、アプリ内に質の良い運動の動画がまとまったものがあるので紹介します。運動しなきゃが運動したいに変わる本の著者でもあるテストステロンさんが作ったオウンというアプリです。アプリ内では筋トレを肩、お尻、足など部位別に初級、中級、上級レベルに分けて動画で解説してくれています。家の中でできる運動を紹介してくれているので、短い時間に目的に合った運動、自分に合った運動をするのに役立ちます。概要欄にリンクを貼っておきますね。無料で使える範囲が広いので、気軽に試してみてください。運動を始めるのはやる気でしょ？やる気がないから私には無理。運動を長く続けるには意志が強くないとダメでしょ？僕には無理。という方いませんか？人間というか動物はエネルギーを無駄に使っていると生き残れないので、できるだけ動かないようにするという本能があります。限られた食べ物しかない環境だとそうなりますよね。今でも給料日前はそうしているぞ。好きなアーティストのコンサートのチケット買いたくて食費浮かせるためにそうしているぞという方もいるかもしれません。そういう短期的に食費を浮かせる時を除いて、
適切な栄養を摂取して適切な運動をする方が良いかもしれません。食べずに運動しないと体重は維持できるかもしれませんが、筋肉が落ちてしまいます。また紹介したような運動不足の危険にさらされてしまいます。運動せずエネルギーを節約するという本能に打ち勝つには仕組みを作るのが有効です。やる気や意志はあるに越したことはないのですが、運動を継続するのにはそれだけでは不十分です。というより、やる気や意志に頼らなくても自然と運動が続く仕組みを作ることをお勧めします。環境づくりと言っても良いかもしれません。自分を少し高いところから見てみてください。その周りには何がありますか？テレビのリモコンが近くにある。スマートフォンが目の前に置いてある。お菓子も目の前にある。冷蔵庫には砂糖たっぷりのジュースも美味しいお酒もある。冷凍庫にはアイスクリームがあって、座り心地の良いソファーもある。こんな環境だとソファーに座ってお菓子を食べて、ジュースを飲み、テレビを見ながらコマーシャル中にはスマートフォンを触るとなりやすいのがわかると思います。仕組みを作るというのはどういうことか説明します。運動につながらないものをまずは遠ざけます。例えばスマートフォンとテレビのリモコンは別の部屋を定位置にする。ソファーは撤去するか、すぐに座れないように大きなぬいぐるみを乗せておく。お菓子、アイスクリームは常備しない。お酒やジュースは常温で保存してすぐに飲めないようにしておく、などが対策です。やる気や意志力に頼っていないですよね。そして逆に運動につながるものはすぐに手が届くようにする。例えば運動しやすい服をいつも着ておく。靴はスニーカーをいつも出しておく。運動で使うマットやダンベルなどの運動器具も出しっぱなしにしておく。運動の時に聴きたい音楽はワンタッチで、あるいは一声出すと鳴るようにしておく、などです。運動に関係あるものを近くに置いておくことで運動を自然としてしまうくらいにしておきたいですね。書籍ではこのようなヒントを14個紹介しています。一つ紹介しますね。紹介するのは、もし〇〇だったら運動すると決めるという方法です。本書だと第3部の3番目に紹介しています。運動を習慣化したいという目標を持つ248人を被験者とした研究によると、毎週いつどこで運動するかというイフゼンプランニングを取り入れた被験者は 91% が運動を習慣化することに成功した一方で、通常の目標設定をした人の中で習慣化に成功した人は 39% に過ぎなかったという結果が出ています。通常の目標設定が 39% という低さにも驚きますが、いつどこで運動するか決める方法で 91% が習慣化できたという成功率の高さも驚きです。運動のきっかけを決めておくことの効果ですね。これはイフゼンプランニングと呼ばれる有名なテクニックなので、聞いたことがあるという人も多いかもしれません。イフは〇〇なら、例えば金曜日の朝になったら。ゼンは〇〇する、仕事の前に1時間ジムで汗を流すと決めるだけというシンプルな方法論ながら、その効果は絶大です。人間の脳は X なら Y という文章を記憶しやすく、事前にトリガーとなる特定の状況や合図とやるべき行動をはっきりさせておけば、意識しなくても自動的に行動できるのが理由です。このもし〇〇ならの部分はなるべく具体的に決めておいた方が効果的です。仕事中トイレに行ったら5回スクワットする、14時になったら歩くためにコーヒーを入れに行く、などあなたのライフスタイルに合ったプランを考えてみてください。私は自宅で朝起きて寒いと感じたら運動すると決めています。運動の種類も決めていて、腹筋ローラーを10回するなど短時間でできることをしています。寒い冬には威力を発揮するイフゼンプランニングです。電気代が高いですが、自分で温まれば暖房器具を使わなくて良いので、家計の助けにもなるかもしれません。腹筋は無料の暖房器具ですね。暑い夏には出番がほぼありませんので、別のきっかけを考えた方が良いです。まとめです。
運動をしていない人がほんの少しの運動を始めるために科学的に根拠のある本を作りました。運動をしないことは将来の自分の時間を奪う危険なことです。運動は軽いものでもストレスを減らす、血糖値を下げる、血圧を下げるなどたくさんの種類のメリットがあります。運動しなきゃが運動したいに変わる本では、どんな運動をしたらどんなメリットが得られるかを25個紹介しています。いつどんな時に運動をするか決めるなど、運動を始めやすくしたり続けやすくしたりするヒントを紹介しました。運動しなきゃが運動したいに変わる本では、他にも音楽を聴きながら運動をするなど、運動を仕組み化するためのヒントを全部で14個紹介しています。最後に安全のために大事なことをお伝えします。すでに糖尿病と診断されている方は、運動前に確認すべきチェックポイントがあります。血糖値、目、腎臓、心臓、骨と関節、感染症、足、神経障害の8つです。8つのチェックポイントについては別に詳しく解説したものがありますので、よかったらご覧ください。他の病気の方、体調が悪い方、妊娠中の方も主治医に運動して良いか確認してから始めてください。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。